皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回は RS7 の続きをお伝えしたいと思います。今日タイヤホイール乗り終わったということなんで取りに来ました。しっかり塗ってもらってます。こんな感じで、まあ、デザイン一緒なんで前回見てもらったものと、まあ、形は一緒ですね。それが21インチになっている。で今回もともとのシルバーから真っ黒黒のグロスブラックにしてもらいました。で細かいちょっとこう飛び石とかあったんですけど全部鳴らしてもらって全部グロスブラックに塗ってもらってます。ワンピースなんで、まあ、しっかりボンドボディの方でも塗装できますんで、もしイメチェンしたいとかあればお気軽に言っていただけるといいんじゃないかな。でどうしても2ピースとか3ピースになると、まあ、塗り方によってはこう分解してからじゃないと塗れないやんっていうこともあるんで、まあ、そうするとちょっと組み込みなんかもあるんで、そういった場合はちょっと専門の業者にお願いすることもあると思うんですけど、まあ、ワンピースとかであればペイントすることは全然できますんでお気軽にどうぞ。そして僕これ塗るときにあのパウダーコートって言って粉体塗装の方で塗るのかなと思ったら、今回溶剤で塗ってあるみたいです。何でもかんでも粉体で塗装すればいいのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくってあの粉体塗装にしてあるものでもトップコート の, そのクリアは結構溶剤なんていうのが多いらしくって、まあ、そんなにこうどうしても粉体の強いこう全然剥がれないっていうイメージからすると粉体最高みたいな感じなんですけど、溶剤でも十分普段使いに耐えうる耐久性あるみたいなんで、まあ、今回は溶剤でこのベースカラーのグロスブラックと、クリアが塗装してあります。でこれを今回、これから裏手に持ってって組み込みし直してもらおうかと思います。でこれホイールだけじゃなくってこちらご覧ください。センターキャップと、はい、こんな感じで、まあ、多分バラしちゃうとこれ後で大変なんで、まあ、丸っと塗ってある感じになると思います。であと空気圧センサー、これは先っぽ分解してこんな感じで塗装してあります。ちょっとこれトルクかけるときにちょっと注意を払わないと、まあ、足付けしちゃうから大丈夫かな、はい。まあ、この辺もやっぱりこの辺が色統一されてると一体感というか統一感出るんで、まあ、この辺までしっかり今回やらせていただきました、はい。というわけでこれから裏当てに行って組み込みしてもらいたいと思います。一応パーツが塗り上がりました。塗り上がりました。ラッピング予定だったのがどういうわけか謎の勢力によってペイントに予定が変更されました。全然ラッピング技術を見てもらう話じゃねえじゃねえかという、はい。まあ、そういうところは置いといて、はい、ちょっとラッピングじゃなくペイントになったんですけど綺麗に、はい、相変わらずいい仕事をしております。こんな感じでバンパーの先っぽとグリルの枠、はい、だとフォーリング、あとベースも塗ってもらったのかな。これベースは塗ってないんですよね、はい、でこの文字今外してこれも塗り上がったのがあるんで組み立ててもらいたいと思います。で一応ミラー枠とあと窓枠これに関してはラッピングで、はい、でミラーは今作業ナウな感じなんで下側がもうラッピングされてるのかな。こんな感じでこれ多分 RS7 に限らず S とかもシルバーのパーツになるんでこの辺色変えると車全体のイメージが変わるんで非常におすすめな感じです。であと窓枠結構目立つ部分なんで、まあ、幅はこれだけですけど面積がどうしても大きいんでかなりイメージにつながる部分なんでこの辺もラッピングするとイメージがガラッと変わっていいんじゃないでしょうか。そしてあのラッピングなんで元に戻すこともできますので、まあ、こんなカスタムも非常におすすめでございます。というわけで今回は塗り上がったパーツをバンパー組み付けてそれを車に取り付ける作業をしたいと思います。相変わらずセルフサービスでございます。動画班のはずなのにバリバリ作業をしております。おかしいな。それじゃあ早速組んでいきたいと思います。まあ、せっかくなんでこういう細かいところ端っこの方とか綺麗にして、どうしても隙間とかって洗車じゃ綺麗にできないんでちょっとパーツ綺麗にしつつ組み立ててバンパー取り付けていきたいと思います。落とし方が分かりません。嘘です。ちゃんと全部ボディの職人さんと同じようにネジを分けてあるんでそれ通りに戻していきたいと思います。 あとこの中も掃除しよう。ちょっとね、じゃないからね。この中も砂利とか落ち葉とかいっぱい入ってるんでこの辺もきれいにしつつ商品車なんで戻していきたいと思います。特にこういう中とか仕上げでもなかなかきれいにできない部分なんでちょっときれいにしたいと思います。
お待たせしました。とにかく前回りはもう全部黒くなってるというか、今回ちょっと失敗したんですよね。